なめとこ山の熊、宮沢賢治。なめとこ山の熊のことなら面白い。なめとこ山は大きな山だ。淵沢側はなめとこ山から出てくる。なめとこ山は一年のうち大抵の日は冷たい霧か 雲かを吸ったり吐いたりしている。周りもみんな青黒いナマコや海坊主のような山だ。山の中頃に大きな洞穴がガランと開いている。そこから淵沢側がいきなり三百尺ぐらいの滝になって、ヒノキや下屋の茂みの中をゴーっと落ちてくる。 中山街道はこの頃は誰も歩かないから、ふきやどりがいっぱいに生えたり、牛が逃げて登らないように柵を道に立てたりしているけれども、そこをガサガサ三里ばかり行くと向こうの方で風が山の頂を通っているような音がする。気をつけてそっちを見るとなんだかわけのわからない、 白い細長いものが山を動いて落ちて煙を立てているのがわかる。それがなめとこ山の大空滝だ。そして昔はその辺には熊がごちゃごちゃいたそうだ。本当はなめとこ山も熊の意も私は自分で見たのではない。人から聞いたり、 考えたりしたことばかりだ。間違っているかもしれないけれども、私はそう思うのだ。とにかく、なめとこ山の熊の胃は、なだかいものになっている。腹の痛いのにも聞けば、傷も治る。鉛の湯の入り口に、なめとこ山の熊の胃あり。 という昔からの看板もかかっている。だからもう熊はナめとコ山で赤い舌をペロペロ吐いて谷を渡ったり、熊の子供らが相撲を取っておしまいポカポカ殴り合ったりしていることは確かだ。熊取りの名人の淵沢小十郎がそれを片っ端から取ったのだ。 ふちざわこじはすがめの赤黒いゴリゴリした親父で、銅は小さな薄ぐらいはあったし、手のひらは北島のびしゃもんさんの病気を治すための手形ぐらい大きく厚かった。小十郎は夏ならまだの皮でこさえたけらを着てはむばきを吐き、成番の使うような三刀と ポルトガル伝来というような大きな重い鉄砲を持って、たくましい黄色な犬を連れて、なめとこ山から、しどけ沢から、三つまたから、サッカーの山から、まみアな森から、白沢から、まるで縦横に歩いた。木がいっぱい生えているから、谷を登っていると、 まるで青黒いトンネルの中を行くようで、時にはパッと緑と金色に明るくなることもあれば、そこら中が花が咲いたように日光が落ちていることもある。そこを小十郎がまるで自分の座敷の中を歩いているという風うで、ゆっくりのっしのっしとやっていく。犬は先に立って、崖を横ばいに、 走ったり、ザブンと水に駆け込んだり、縁のノロノロした気味の悪いとこを、もう一生懸命に泳いで、やっと向こうの岩に登ると、体をブルブルっとして、毛を立てて水をふるい落とし、それから花をしかめて主人の来るのを待っている。小十郎は膝から上にまるで屏風のような白い波を立てながら、 コンパスのように足を抜き差しして口を少し曲げながらやってくる。そこであんまりいっぺんに行ってしまって悪いけれどもなめとこ山あたりの熊は小十郎を好きなのだ。その証拠には熊どもは小十郎がぼちゃぼちゃ谷を漕いだり谷の岸の細い 平らないっぱいにあざみなどの生えているとこを通るときは黙って高いとこから見送っているのだ。木の上から両手で枝に取り付いたり、崖の上で膝を抱えて座ったりして面白そうに小十郎を見送っているのだ。全く熊どもは小十郎の犬さえ好きなようだった。けれども、 いくら熊どもだってすっかり小十郎とぶっつかって犬がまるで火のついたりのようになって飛びつき小十郎が目をまるで変に光らして鉄砲をこっちへ構えることはあんまり好きではなかったその時は大抵の熊は迷惑そうに手を振ってそんなことをされるのを断ったけれども熊も色々だから 気の激しい奴ならゴーゴを吠えて立ち上がって、犬などはまるで踏みつぶしそうにしながら小十郎の方へ両手を出してかかっていく。小十郎はぴったり落ち着いて、木を縦にして立ちながら熊の月の輪をめがけてズドンとやるのだった。すると森までがカーッと叫んで熊はドタッと倒れ、 赤黒い血をドクドク吐き、鼻をくんくん鳴らして死んでしまうのだった。小十郎は鉄砲を木へ立てかけて注意深くそばへ寄ってきてこう言うのだった。くま、俺は手前を憎くて殺したのでねえんだぞ。俺も商売ならてめえも打たなきゃあならねえ。他の罪のねえ仕事していいんだが、 畑はなし、木はお上のものに決まったし、里へ出ても誰も相手にしねえ。仕方なしに漁師なんぞ知るんだ。てめえも熊に生まれたが因果なら、俺もこんな商売が因果だ。やい、この次には熊なんぞに生まれなよ。その時は犬もすっかりしょげ返って目を細くして、 座っていた。なんせこの犬ばかりは、小十郎が四十の夏、うちじみんな赤痢にかかって、とうとう小十郎の息子と、その妻も死んだ中に、ピンピンして生きていたのだ。それから小十郎は、懐から、研ぎ澄まされた小刀を出して、熊の顎のとこから、胸から腹へかけて、 川をスーっと咲いていくのだった。それから後の景色は僕は大嫌いだ。けれどもとにかくおしまい、小十郎が真っ赤な熊の胃を背中の木の質に入れて、血で毛がぼとぼとふさになった毛皮を谷で洗ってくるくる丸め、背中に背負って自分もぐんなりした風で谷を下っていくだけは確かなのだ。 小十郎はもう熊の言葉だってわかるような気がした。ある年の春早く山の木がまだ一本も青くならない頃、小十郎は犬を連れて白沢をずっと登った。夕方になって小十郎はばっかり沢へ越える峰になったところへ去年の春こさえた笹小屋へ泊まろうと思ってそこへ登っていった。 そしたらどういう加減か、小十郎の柄にもなく、登り口を間違ってしまった。何べんも谷へ降りて、また登り直して、犬もへとへとに疲れ、小十郎も口を横に曲げて、息をしながら、半分崩れかかった去年の小屋を見つけた。小十郎がすぐ、下に湧き水のあったのを思い出して、少し山を下りかけたら、驚いたことには、 母親とやっと一歳になるかならないような子熊と二匹、ちょうど人が額に手を当てて遠くを眺めるといった風に、淡い六日の月光の中を向こうの谷をしげしげ見つめているのにあった。小十郎はまるでその二匹の熊の体から五光が刺すように思えて、まるで釘付けになったように立ち止まって、 そっちを見つめていた。すると子熊が甘えるように言ったのだ。どうしても雪だよ、おっかさん。谷のこっち側だけ白くなっているんだもの。どうしても雪だよ、おっかさん。すると母親の熊はまだしげしげ見つめていたが、やっと言った。雪でないよ。あそこへだけ降るはずがないんだもの。 ぐまはまた言った。だから、溶けないで残ったのでしょういいえ、おっかさんは、あざみの目を見に、昨日あすこを通ったばかりです。小十郎もじっと、そっちを見た。月の光が青白く、山の斜面も滑っていた。そこがちょうど、銀の鎧のように、光きっているのだった。しばらく経って、グマが言った。 雪でなきゃ、霜だね。きっとそうだ。本当に、今夜は霜が降るぞ。お月様の近くで、小気柄もあんなに青く震えているし、第一お月様の色だって、まるで氷のようだ。小十郎が一人で思った。お母様はわかったよ。あれね、引き桜の花。なんだ ひき桜の花だい。僕、知ってるよ。いいえ、お前まだ、見たことありません。知ってるよ。僕、この前取ってきたもの。いいえ、あれ、ひき桜ではありません。お前取ってきたの、キササゲの花でしょ。そうだろうか。小熊はとぼけたように答えました。 小十郎はなぜかもう胸がいっぱいになって、もう一ん向こうの谷の白い雪のような花と四年なく月光を浴びて立っている母子の熊をちらっと見て、それから音を立てないようにこっそりこっそり戻り始めた。風があっちへ行くな行くなと思いながら、そろそろと小十郎は後ずさりした。 黒文字の木の匂いが月の明かりと一緒にスーッと刺した。ところがこの豪儀な小十郎が町へ熊の皮と肝を売りに行くときの惨めさと言ったら全く気の毒だった。街の中ほどに大きな荒物屋があってザルだの砂糖だの砥石だの金天狗やカメレオン印のタバコだの それからガラスのハエ取りまで並べていたのだ。小十郎が山のように毛皮を背負って、そこの敷居を一足またぐと、店ではまた来たか、というように薄笑っているのだった。店の次の間に大きなか,らかねの火鉢を出して、主人がどっかり座っていた。旦那さん、先頃はどうも、 ありがとうご案した。あの山では、主のような小十郎は、毛皮の荷物を横に下ろして、丁寧に敷居板に手をついて言うのだった。はあ、どうも。今日は何のご用です熊の皮、また少し持ってきてます。熊の皮か。この前のもまだあのまましまってあるし。 今日は満ついます。旦那さん、そう言わないで、どうか買ってくんなさい。安くても言います。なんぼ安くてもいらないます。主人は落ち着き払って着せるを淡々と手のひらへ叩くのだ。あの豪儀な山の中の主の小十郎は、こう言われるたびに、もうまるで心配そうに顔をしかめた。 なんせ、小十郎のとこでは山には栗があったし、後ろのまるで少しの畑からは冷えが取れるのではあったが、米などは少しもできず、味噌もなかったから、九十になる年寄りと子供ばかりの七人、家内に持っていく米はごくわずかずつでもいったのだ。里の方のものなら朝も作ったけれども、小十郎のとこではわずか藤鶴で編む、 入れ物の外に布にするようなものは何にもできなかったのだ。小十郎はしばらく経ってからまるでしわがれたような声で言ったもんだ。旦那さん、お願いだます。動画なんぼでもいいはんって、買ってくない。小十郎はそう言いながら改めてお辞儀さえしたもんだ。主人は黙ってしばらく煙を吐いてから 顔の少しで、ニカニカ笑うのをそっと隠していったもんだ。言います。おいでおでれ。じゃあ、ヘ助、スケ、小十郎さんさ、2円あげろじゃ。店のヘ助スケが、大きな銀貨を4枚、小十郎の前へ座って出した。小十郎は、押しいただくようにして、ニカニカしながら受け取った。それから主人は、 今度はだんだん機嫌が良くなる。じゃあ、起きの。小十郎さんさ、一杯あげろ。小十郎は、この頃はもう嬉しくてワクワクしている。主人はゆっくり、いろいろ話す。小十郎はかしこまって、山の模様や何か申し上げている。まもなく、台所の方から、 お膳できたと知らせる。小十郎は半分辞退するけれども、結局台所のとこへ引っ張られてって、また丁寧な挨拶をしている。まもなく、塩引きの酒の刺身や、イカの切り込みなどと、酒が一本黒い小さな膳に乗ってくる。小十郎はちゃんとかしこまって、そこへ腰掛けてイカの切り込みを手の甲に乗せて、 べろりと舐めたり、うやうやしく、黄色な酒を小さなチョコについたりしている。いくら物価の安い時だって、熊の毛皮2枚で、2円はあんまり安いと、誰でも思う。実に安いし、あんまり安いことは、小十郎でも知っている。けれどもどうして、小十郎はそんな町の荒物やなんかへでなしに、 他の人へどしどし売れないか。それはなぜか大抵の人にはわからない。けれども日本では狐犬犬というものもあって、狐は漁師に負け、漁師は旦那に負けると決まっている。ここでは熊は小十郎にやられ、小十郎が旦那にやられる。旦那は町のみんなの中にいるから、なかなか熊に食われない。 けれどもこんな嫌なずるい奴らは世界がだんだん進歩すると一人で消えて亡くなっていく。僕はしばらくの間でもあんな立派な小十郎が二度と面も見たくないような嫌な奴にうまくやられることを書いたのが実に尺に触ってたまらない。こんな風だったから小十郎は熊どもは殺してはいても。 決してそれを憎んではいなかったのだ。ところがある年の夏、こんなようなおかしなことが起こったのだ。小十郎が谷をバチャバチャ渡って、一つの岩に登ったらいきなりすぐ前の木に大きな熊が猫のように背中を丸くしてよじ登っているのを見た。小十郎はすぐ鉄砲を突きつけた。犬はもう 大喜びで木の下に行って、木の周りを激しくはせめぐった。すると木の上の熊は、しばらくの間降りて、小十郎に飛びかかろうか、そのまま撃たれてやろうか、思案しているらしかったが、いきなり両手を木から離して、どたりと落ちてきたのだ。小十郎は油断なく、銃を構えて撃つばかりにして、近寄って行ったら、 熊は両手を上げて叫んだ。お前は俺が欲しくて、俺を殺すんだ。ああ、俺はお前の毛皮と、着物他には何にもいらない。それも町へ持って行って、ひどく高く売れるというのではないし、本当に気の毒だけれども、やっぱり仕方ない。けれどもお前に、今頃そんなことを言われると、もう俺などは、 何か栗か、膝の実でも食っていて、それで死ぬなら、俺も死んでもいいような気がするよ。もう二年ばかり待ってくれ。俺も死ぬのはもう構わないようなもんだけれども、少し死残した仕事があるし、ただ二年だけ待ってくれ。二年目には、俺もお前の家の前で、ちゃんと死んでいてやるから。毛皮も、 胃袋もやってしまうから。小十郎は変な気がしてじっと考えて立ってしまいました。熊はその暇に足裏を全体地面につけてごくゆっくりと歩き出した。小十郎はやっぱりぼんやり立っていた。熊はもう小十郎がいきなり後ろから鉄砲を撃ったり 決してしないことがよくわかっているという風うで、後ろも見ないでゆっくりゆっくり歩いていった。そしてその広い赤黒い背中が木の枝の間から落ちた日光にちらっと光ったとき、小十郎は、う、う、と切なそうにうなって、谷を渡って帰り始めた。それからちょうど二年目だったが、 ある朝、小十郎があんまり風が激しくて、木も垣根も倒れたろうと思って外へ出たら、ヒノキの垣根はいつものように変わりなく、その下のところに始終見たことのある赤黒いものが横になっているのでした。ちょうど二年目だし、あのクマがやってくると少し心配するようにしていた時でしたから、小十郎はドキッと、 としてしまいました。そばに寄ってみましたら、ちゃんと、あのこの前のクマが口からいっぱいに血を吐いて倒れていた。小十郎は思わず拝むようにした。一月のある日のことだった。小十郎は朝家を出るとき、今まで言ったことのないようなことを言った。ばさま、 俺も年取ったでばな。今朝まず生まれで初めて水へ入るのやんたような気するじゃ。すると縁側の日なたで糸を紡いでいた九十になる小十郎の母は、その見えないような目をあげて、ちょっと小十郎を見て何か笑うか泣くかするような顔つきをした。小十郎はわらじをゆえて、うんとこさっと立ち上がって、 出かけた。子供らは、代わる代わる、馬屋の前から顔を出して、じさん、ん早くおでやと言って笑った。小十郎は真っ青な、つるつるした空を見上げて、それから孫たちの方を向いて、行ってくるじゃいと言った。小十郎は、真っ白な片雪の上を、白沢の方へ登っていった。 犬はもう息をはあはあし、赤い舌を出しながら走っては止まり、走っては止まりしていった。まもなく、小十郎の影は丘の向こうへ沈んで見えなくなってしまい、子供らは冷えの藁で藤きをして遊んだ。小十郎は白沢の岸を登っていった。水は真っ青に縁になったり、 ガラス板を敷いたように凍ったり、つららが何本も何本も数図のようになってかかったり、そして両岸からは赤と黄色の眉みの実が花が咲いたように覗いたりした。小十郎は自分と犬との影帽子がちらちら光り、カバの幹の影と一緒に雪にかっきり、 藍色の影になって動くのを見ながら遡っていった。白沢から峰を一つ越えたとこに一匹の大きなやつが住んでいたのを夏のうちに訪ねておいたのだ。小十郎は谷に入ってくる小さな支流を五つ越えて何べんも何べんも右から左、左から右へ水を渡って遡っていった。 そこに小さな滝があった。小十郎はその滝のすぐ下から長根の方へかけて登り始めた。雪はあんまり眩まゆくて燃えているくらい。小十郎は目がすっかり紫のメガネをかけたような気がして登っていった。犬はやっぱりそんな崖でも負けないというようにたびたび滑りそうになりながら 雪にかじりついて登ったのだ。やっと崖を登りきったら、そこはまばらに栗の木の生えたごく緩い斜面の平らで、雪はまるで乾水石という風うにギラギラ光っていたし、周りをずっと高い雪の峰がニョキニキ突っ立っていた。小十郎がその頂上で休んでいた時だ。いきなり犬が、 火のついたように吠え出した。小十郎がびっくりして後ろを見たらあの夏に目をつけておいた大きな熊が両足で立ってこっちへかかってきたのだ。小十郎は落ち着いて足を踏ん張って鉄砲を構えた。熊は棒のような両手をびっこに上げてまっすぐに走ってきた。 さすがの小十郎もちょっと顔色を変えた。ピシャッというように鉄砲の音が小十郎に聞こえた。ところがクマは少しも倒れないで嵐のように黒く揺らいでやってきたようだった。犬がその足元に噛みついた。と思うと小十郎はガーンと頭がなって周りが一面真っ青になった。 それから遠くでこういう言葉を聞いた。おお、小十郎、お前を殺すつもりはなかった。もう俺は死んだと小十郎は思った。そしてチラ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 青い星のような光がそこら一面に見えた。これが死んだ印だ。死ぬとき見る日だ。熊ども。 許せよ。と、小十郎は思った。それから後の小十郎の心持ちは、もう私にはわからない。とにかくそれから三日目の晩だった。まるで氷の玉のような月が空にかかっていた。雪は青白く、明るく、水は輪行をあげた。スバルや真の星が、 緑やだいにチラチラして、呼吸をするように見えた。その栗の木と白い雪の峰々に囲まれた山の上の平らに黒い大きなものが、たくさん輪になって、集って、それぞれ黒い影を置き、ふいふい京都の祈る時のように、じっと雪に触れ伏したまま、いつまでも、いつまでも動かなかった。 そしてその雪と月の明かりで見ると一番高いとこに小十郎の死骸が半分座ったようになって置かれていた。思いなしかその死んで凍えてしまった小十郎の顔はまるで生きてる時のようにさえさえして何か笑っているようにさえ見えたのだ。本当にそれらの大きな黒いものは真の星が 天の真ん中に来ても、もっと西へ傾いても、じっと、化石したように、動かなかった。ご視聴ありがとうございました。朗読は、リズのリエでした。チャンネル登録、よろしくお願いします。